皆さんこんにちは、さやぐさ心です。ゆっこです。ゆっこさん、はい、ゆっこさん、はい、いいよ、はい、ゆっこちゃん、あ、ちゃん、はい、今日いつもと違います。違いますね。なんかすごいよ、このね、はい、青い模様のね、中に文字が書いてあります。書いてありますよ。これを読めますよ。読めます。アメリカンエキスプレス、正解。ちょっとなんか早そうだね。はい、うまい、発音上手だね。合ってるかどうかは不明ですが、はい、はい、うん、よく最近、うん、プロのトーナメントとかは見に行ってますか？うん、ちょいちょい、女子プロも男子プロも、うん、まあ、見に行ってる。お、見るのも好きなんで、はい、行ってる、行っちゃってる。私常に、うん、週末とかってこう、うん、試合やってるじゃん。やってる。だからリーダーズボードチェックしてます。見に行ってない試合も、そう、リーダーズボードチェック、誰が今1位かなみたいな。そう、好きだね。好きだよ、好きだね。そんなプロの観戦が大好きなゆっこに、はい、今回プロの試合応援に行きます、うん、行きます。やばいね、行きます。これはやばいよ。じゃじゃん、でん。これはやばい。知ってるこの試合？いや、もちろん知ってますよ。いや、知らないわけがないでしょ。11月29日木曜日から12月2日日曜日、うん、東京読売カントリークラブ、行ったことある？ない、ない、ないんです。ここはゴルフ場も行ったことないんで。すごいコースね、でも、うん、名門です、名門ですよね、はい、JT カップ、はい、で、この、うん、この、これですよ。王者の中の王者が決まる、もう、ラストですからね、今期の、はい、これに私たち行きます。うめぇ、ね、いいよ、いつもの感じ。そう、ちょっとね、ちょっと嬉しすぎてね、嬉しすぎてね、嬉しすぎてね、いろいろ言葉混ざったよね。喜びが出ちゃった。はい、はい、でですね、うん、でプロの試合、うん、結構まあ、見に行ってるけど、うん、いろんな企画がやってるじゃないですか。そうですね。で今回、うん、ハッシュタグアメックスゴルフという企画、うん、ブースがあります、はい、うんうん、それは何でしょう、それは何でしょう、はい、でしょ、うんだ、うん、だ、うん、私もそう。最初うんだ、うんって感じだった。なんとね、そこに行くとですね、はい、じゃじゃん、それは、お、なんかすごい、すごそうですよ、これ。すごそうでしょ、うん、でもこれね、うん、紙でね、今ね、うん、すごさ感がね、今ね、うん、すごい少ないと思うんですが、これ本当にすごいの。なんと、うん、プロの観戦とか行ってもさ、何見ていいのかとか、うん、どこに誰がいるじゃないですけど、まあ、まあ、見どころ、ね、見どころとかもわかんないし、うん、本当に私もいつも見に行っても、うん、うん、どこ行こう、どこ行こうみたいな、その間になんか、終わってしまうみたいな。のがあるじゃん。ね、ギャラリーの人もすごい多いと、とりあえず多いとこ行ってこうかなみたいな。そう、そんな感じになっちゃう。ゃん、うん、そんな人のためにですよ、はい。観戦ガイドブックっていうこういうのがね、アメックスさんがね、うん、出してくれたんです。素晴らしい。素晴らしいでしょ。ちょっとね、もうちょっとね、触ってみて。はい、見てみて、見てみて。ちょっと先に失礼します。ね、先にね。これあるとないだけで、うん、こう見どころな。ここのホールではこれを見た方がいいんだとか、あ、この選手はこういうとこ見た方がいいんだっていうのが全部全部書いてある。そう、全部書いてある、全部書いてある、うん、こういうのってさ、今までなかったよね。 ありそうでなかったか、うん、なかった。そうだよね、超便利と思って。ちなみにこれは先着で、先着なんですよね。先着なんと3000名様に、うん、はい、もらえます。で、アメックスのブースにまず行ってもらわないといけないの。そうですね、よくね、うん、着いたらなんかすぐバーじゃなくて、そう、バーじゃなくてどっか行かないで、まずアメックスのブースに行ってこれをゲット。はい、まずゲットします。で、首からぶら下げる、こうやってね、はい、そう、首からぶら下げて、うん、で、さらにこれぶら下げたら、うん、今度チェックポイントでいろいろもらえるの、うん、この中に見どころカードっていうこういうね、これをね、うん、差し込めるの中に、はい、じゃあまずこれ1枚ゲットしました。はい、ゲットしました。これどう、何書いてある？言っちゃっていいんですか？なんかリアクション。ここはグリーン、グリーンが難しいホールらしいです。おお、ほうほうほう、でグリーン上にいた方がいいみたいなこと書いてあるのかな。そうですね、おグリーン上にいた方がいいみたいです。生ホールからちょっと秘密ですね。はいはい、竹小山プロのワンポイント、ワンポイントのこの、なんて言うんですか、アドバイス、アドバイス見どころの見どころの解説、さらに解説が入ってますよ。入ってます。なるほどね、すごいね、すごい詳しく書いてる。これ読んでるだけで、うん、なんかこのゴルフ場、うん、すごい知ってるかのようになれそうじゃない？わかるわかる。これね、あるとないと全然違います。全然違うよね。全然違う。もうね、ちょっとね、
はい、もう前乗りしてね、前乗りしてもう前乗りしてちょっともうゴルフ場入り口でもうちょっと待ってて、もう先着3000名だからね、そうそうそう、待ってないとね、なくなっちゃうかもしれない、なくなっちゃうから、はい、ブースで1つでチェックポイントで3つ、あの手に入りますので、はい、皆さんぜひ集めてください。でゆうここのね、はい、4つ集めると、うん、オリジナルグッズがもらえます、うん、もらえます、はい、でそのグッズはこの辺にねバンバンとババンたくさん今出てるんで、皆さんどれが欲しいか、うん、まあ曜日によっても違うんでその辺は、はい、ね、あの狙っていってもらえると嬉しいです。で私たちも木曜日に観戦に行きます、うん、初日ですね。そうなの、じゃあ、はい、超楽しみじゃない、これぶら下げてさ、ルンルンルンいろんなブースまた集めてさ、ちょっといつもと違ったね観戦ができるんじゃないかなと、うん、だいぶ違うと思う、だいぶ違う、うん、ちょっと今から楽しみだね、遠足気分かな、遠足気分あそこ行ってあここ行ってちゃんと寝てね毎日寝る寝る、はい、で終わったら、うん、あの YouTube ライブもやりますので、うん、ぜひ皆さんそちらの方も見ていただけると嬉しいです、声かけてくださいね、はい、ではここでとアメックスさんの内島さんに来てもらいました、はい、よろしくお願いします。いきなりちょっともうちょっと見せちゃっていいですか、はい、お願いします。ではちょっとオープンします、はい、お願いします。すごいプラチナカードです、ちょっと取り出してみます、ちょっといきますね、お重い、重みが違います。え、すごい、はい、重たいし、なんか分厚いんですよ、これなんか頑丈そうですね、メタル製です、はい、なんかすごいですね、やっぱメタルっぽい音がしますもん、折れたり曲がったりしませんので、うんうん、あのいつでも安心して使っていただけます、はい、ゆこさんもかなりあのゴルフがお好きで年間100回とかプレーされるって伺ったんですけどどこからその情報を、ちょっと裏情報から、はい、仕入れてきました、はい、そうですね、今までホールインワンとか達成されたことありますか、うん、まだないですね、かすりもないですね、はい、このプラチナカードもご用意しているゴルフ保険で、はい、バッチリあのカバーされますので、はい、ご安心ください。そうなんですか、クラブとか壊れてしまった時は、はい、あの用品の保証ですとか、はい、そういったところも手厚くカバーされてます、全てカバーしてくれるってことですね、はい、そうですね。ちなみにゆうこさんはいつもどうやってゴルフ場予約されてるんですか、はい、普段は普通にあの予約サイトを使って予約することが多いです、うん、メンバーさんとかいるゴルフ場とかはやっぱ予約サイトからは難しいので、続けばちょっと物足りないなっていうのがあります。なるほど、はい、プラチナカードのプレミアゴルフアクセスであれば、はいはい、その全国の名門の一流のゴルフクラブを、うん、はい、そのメンバーの同伴とか紹介なしに、うんうんうん、あの利用いただけるっていうサービスになっています、はい、それはすごいですね。ゆこさんは、はい、プロとこうレッスン受けたいなっていうようなことを思ったことありませんか、うん、ありますね。もうやっぱこう誰もがこう知っているなんだったらこうレジェンド的な方と一度は回ってみたいと思います、はい、なるほど、はい、プラチナカードであれば、はい、世界の青木功、もう日本のレジェンド、世界に誇る青木功プロと夢のラウンドプレーに応募していただくことができます。そんな特典があるんですか、はい、そうなんです。絶対普段だったら、会えることができない方です。そうですよね、ゴルファー中のゴルファーの憧れだと思うので、はい、憧れですよ、はい、いろんな特典があることが分かりました、はい、あとあのプラチナカードってあのゴルファーにとってとてもそのゴルフライフが充実するような素敵なカードになってるんですね。はい、はい、私もいつか欲しいです、はい、イベント、はい、楽しみですね。めっちゃ楽しみですね、本当に何か今までと私は違うから、うんうん、あ、なんか本当にあの観戦もっと行ってみようかなってなりそうな気がしてる、うん、なるね、もう今からちょっと早くもうな、うん、風ガイドブックなんかこう予行練習みたいな感じで予行練習ね、もっとちゃんと前日は早めに寝るようにします。そうですね、はい、じゃあ早めに寝て、はい、当日の観戦に備えましょう。備えます、はい、はい、皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。